はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は、水不足、東京をお送りいたします。よろしくお願いします。BGM が切れない。あ、ごめんなさい、すみません。<laughs> あの <laughs>、ええとですね、あの、真剣な話ですけども、この間近畿地方の水不足についてお話をさせていただきました。 まあ、琵琶湖ですよね。なんか水がなくなってしまって、まあそこの泥みたいなところがもう出てくるような水位しかなくて、水の流れがなくなってしまったんですよ。琵琶湖って水がいっぱいね、あの、ものすごい、まあいつもいっぱいあるイメージなんですよ。何回も行ったことあるんですけど、大きくてね、まあ湖っていうよりもなんか海のなんかこう入り江みたいな感じですよね。で、 ものすごい水がもう叩えられているんですよ。なみなみとある、いつも。ところが今は、そこが出てくるぐらい水がないんですよ。珍しいですよ。初めて聞きましたね。そんなに水がなくなるのはね。あの、半分ぐらいになることはあるけど、そこのね、あの、土とか道が出ちゃってるんですよ、今。まあ、これ、このまんま行くと雨は降らない。あの、これ、 ね、あのー、動画上げさせていただいて、近畿地方危ないですよって言ったら、まあ、早速、あの、いくつかコメントをいただきまして、いや、12月雨降るんだから大丈夫だよとか言ってた人いましたけど、調べたんですけど、12月に大雨なんか降らないですよ、近畿地方。いや、本当毎年。どっからそんなことを言ってるのかわかんないですけど、全然、いや、全く降らないんじゃないですよ。それは降る日はあるんだけど、大雨は降んないですね、本当に。だから、琵琶湖の水は、 増えないですよいや、大雪とか降ったらまた別だけど、でも大雪って降りすぎても、湖には流れないんですよね、溶けないから。だから、流れるのは来年の春になっちゃう。間に合わないよね、<laughs> まあ間に合わないと思うんですけど、だから雪じゃなくて、やっぱり雨が大量に降らないといけないんですよ。まあ、今、気象もおかしいからね、突然すごい雨がまあ降るっていうこともなくはないですよね、可能性としては。 でも、このまんま例年通り、あの、雨があんまり降らないで、まあ、日数だけが経っていくと、まあ、水道使いますからね、工場とかも水使うじゃないですか。いや、四国とか近畿地方は、京都も含めて、いや、ちょっと大変だと思いますよ、本当に。で、東京地方の、まあ、多摩地区ってあるじゃないですか。で、多摩地区って、あの、多摩湖っていうね、 これ埼玉県の東、あの、東京都と埼玉県の間ぐらいなんですけど、あの、東村山ってありますよね。あの、志村健さんの歌で有名になった。あの、東村山に、玉子っていう、まあ、ダムのような湖のようなものがあるんですよ。大きいですよ、すごい。そこが、あの、先ほどからの画像がそうなんですよ。まあ、こんな感じで、なみなみといつも水があるんですよ。結構大きい、あの、東京の西側の、まあ、水がめですよね。 で、ここから水道水とか、まあ、あの浄水して、まあ、引っ張ってるわけですよ。あの、東京全部じゃないですよ。西側の方ね。で、その、この、卵という、まあ、水、海の水が、ないんですよ。今、こんななっちゃったんですよ。ずいぶん低いでしょ。これはまだ、あの、ゼロではないですよ。ゼロではなくて、まう、あ、ずいぶん足りないんですよ、だけど。 これこのまんま使ってると、節水になっちゃいますね。本当にまもなく。まあ、雨が降るんじゃないかという期待をして、まだあの節水とか給水制限とかいう話は出てないです。出てないけど、このまんまいっちゃって、雨が本当にもし降らなければ、いや、もう危ないですね。これ、全国的にだからあっちこっちでこれ、起きているんですよで。東京の西側だけかと思って調べたんですけど、 結局東京の東側半分も、北側とか南側も、まあ、あの、ちょっと東京から離れたところのダムから水を取ってるけど、そこのダムもね、結構いっぱいのとこもあれば、あの、本当にすごい例年よりも少ないとこもあって、強弱がすごいんですよ。だからこれ今年はちょっと、ちょっと、もしかしたら危ないかもしれないですね。本当に東京、関東地方も。水がめが、 まあ水が溜まってないとこ多いです。だこのまま雨が降らなければ、当然、水はなくなりますね。これ、本当にね、あの、まあ、あんまり最近なかったことですよ。ね京都でも大阪でも神戸でもそうじゃないですか。水が干上がって水道から出ないってことは、ほぼ記憶にないと思うんですよね。で、これは、今年はね、わかんないですよ、今年から来年にかけて。 来年の、まあ、頭ですよね、春まで。もしかしたら水が足りなくなって、あの、取水制限を通り越しちゃって、水道が蛇口から出ない、そういう事態も発生しかねないですね。東京も西側はそう。で、東側とか北側、南側も一部がそうなるかもしれない。早速ね、近々。非常に危ない。 まあこれどういうことなんでしょうね。まあちょっとあの気象的になんかおかしい。あの急に寒かったり暑かったりをなんかね、繰り返して夏暑かったじゃないですか。で急に寒くなってね。まあ、気象がおかしくて、雨があんまり降ってないですよね。記憶にないじゃないですか。そんなに土砂降りの雨が続いたっていう記憶ないですよね。だから、おそらく、水が目に水が溜まってないんですよ。 山に、あの、雨が降れば山を通して、山が一回吸収してから吐き出すんですよね。で、その山が吐き出す水がないんですよ、今。だからダムに溜まっていないということですね。これは、ね、危機的な状況ですよ。水がないと人間は生き延びられないんですよね。どう考えても。これもしかしたら、あのー、水足りなくなって、でも今からなんか足りないんじゃないかと思って、 なんか嫌な予感がして買い占めてる人とかもう出てるんですよ。ペットボトルの水とか。だから、もしかしたらね、水そのものが手に入んなくなるかもしれないですよ。でもまあ、給水車来るんでしょっていう人いるけど、いや、来ないと思うんですよ。だって給水車の水がないじゃないですか。どっから持ってくるんですかその、その水を持ってこなきゃいけないんですよね。で、 東京都民のね、全員の水を給水車でっていうことはできないでしょう。ありえないですよね。一日に5000台の救急車とか来ないと、救急車じゃないや、<laughs> あの、給水車が来ないと、いや、もう水なんか間に合わないでしょ、5000台ぐらい来ないとで。5000台もないしね、給水車。で、その水がどっからってことになっちゃうじゃないですか。水がないんだから、近くに。 これはね、ただごとじゃないですよ、まあ。悪い時には悪いことが重なって起きるとよく言われますけれども、これひょっとしたらひょっとしてね、水ね、足りなくなるかもしれないですよ。でも人間って飲み水をね、あの、3日までは何とか耐えきれるって言うんだけど、あの、私経験あるんですよ。あのね、3日飲まないとね、立てなくなります。 あの歩けないような感じ。本当に、あの、ちょっと、いや、これもう無理だなっていう感じですよ。動けない。3日飲まないとね。まあ、1日飲まないだけでも喉はカラカラに乾いちゃうけど、3日間だとね、ちょっと立ち上がれないですよ、もう。気力がなくなっちゃって、ふらふらしちゃって。なんだかね、あの思考能力もね、もうゼロに近いね、あのなんかどうかなっちゃうの。まあ、頭もぐるんぐるんに回っちゃって。もう本当飛びますですよ。 飛びます、飛びます。場合、坂上二郎。天国の二郎さん、めまいがするの。ちょっとアレンジしてみました。<laughs> 助けて助けて二郎さん助けて本当に。いや、助けてよ、二郎さん。本当にね。いや、これ、困ったね。だけどね。やっぱ、水がないと、まあ、普通の人も困るけど、工場なんか水使うところなんか、ね、工場が、 ね、生産ラインとかストップしちゃうじゃないですか。ねあとは、まあ、水を使ってお仕事をされてる方もいっぱいいますよね。流しっぱなしで水をとかいうとこあるじゃないですか。なんかあの、お蕎麦屋さんとかなんか結構お湯とか水使うじゃないですか。ねいっぱいね。だからそういうのとか。うん、まあ、これちょっときついですね。だからね。まあ、レストランにしても水を使って食器とか洗わなきゃいけないですもんね。 なんかそれ考えるとやっぱりもう水が止まっちゃうと仕事にならないですよ、あっちこっち。電気が止まるのと同じぐらいものすごい影響ありますよ。うん。ちょっとね、あの、身動き取れなくなるかもしれないですよね。で身動き取れないだけだったらいいけど、生き延びるためにはどうしても水の補給が必要なんですよ、人間が。まあ、ワンちゃんとか猫ちゃんね、一緒に生活されてる方もそうじゃないですか。 ワンちゃん、猫ちゃんにあげる水がなくなっちゃったらもう悩みますよ、本当に。これはね、水は確保しとかなきゃいけないですよ、今のうちにあの。本当に用意しておいた方がいいですよ。最低限飲み水だけでもいいからね。これ、ひょっとしたらね、ちょっとひょっとしますよ。本当、危ない、うん。ということで、今日はね、関西も関東も水不足。まあ、これは始まるんではないかというお話でした。皆さん、ちょっとね、 全力で対策、行動を起こして対策を取られることをお勧めします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。